校長先生は感激しました。あなたの一本背負いは武蔵山高校の誇り、希望、輝く星です。そこでこれを機にどうでしょう、女子柔道部設立なんてのは。女子柔道部、やわら君が活躍してくれれば我が武蔵山高校も全国にその名を馳せることができるんですがね。でしょう貝塚先生。ほうほう、確かに。そんなことおっしゃられても困ります。私大学に行きたいんです。大丈夫、その点でしたら各体育大学から引き合いの声がかかるでしょうから心配しないで。私の志望は女子短大の家政科です。家政科なら体育大学に行く。今なんて言いました？私の志望は女子短大の家政科です。でーかかかか家政科気は確かかね。家政科じゃいくら柔道が強くたって入れませんよ。試験勉強も大変だし、もし落っこっちゃったらどうすんの。だから私クラブ活動なんてやってる場合じゃないんです。失礼します。やわらくん、猪熊、貝塚くん、はあ、なんでまた火星化なんです。へじゃありません、こんなチャンスめったにありませんよ。なんとか説得できないんですか。はあ、貝塚先生。はい。ヘタッピ、これで10連敗だぜ。うるさいんだよ。でもこんなところ花園さんに見つかったらまた泣かれんな。大丈夫、花園さん今日は進路指導で来ないってよ。そうか、花園さんが卒業しちゃったらこの柔道部もおしまいだもんな。俺たちじゃ新入部員に稽古もつけられないもんね。何しろ俺たち筋金入りに弱いからな。落ちこぼれ柔道部、高校柔道界の恥さらし。下手くそを貸してみな。ちょっと待って、もう一回。何度やったって同じ、こっちによこせ。いや今度こそ、無理無理。はあ、またごまかそうとして。違う、あんなんだ。笑ってる、きっと落ちぶれ柔道部を笑い者に来たんだ。猪熊やわら先輩はいませんか。やわらさんはこの柔道部にいるんでしょう。僕たちやわらさんの柔道部に入部したいんだ。げっそり。どうしたの。受験のこと考えるともう憂鬱で。そうね、灰色の受験戦争か。その点やわらはいいわよね。どうして。
あれ、やわらは柔道続けんでしょ。やるわけないじゃない。私は普通の女子大生になるのよ。ああそうね。それよりケーキ漬けに何か食べに行こう。よーし行こう行こう。やわらさん、勝つつもりはなかった。ついうっかり投げちゃったの。つい投げちゃったって、本気で柔道やるんじゃなかったの？続けていく決心がついたんじゃないの？大観衆の歓声がまた一歩遠のいていく。松田さん、しっかりしてくださいよ。おい、どうすんだよ。勝っちゃったんだぞ。もう後には引けないんだぞ。ああ、お母さんが急に帰ってくるからいけないのよね。思わず力が入っちゃって。お母さん、やっぱりお母さんが帰ってきたんだ。失踪していたお父さんの猪熊小次郎さんが見つかったんだな。そうなんだろう。こりゃスクープだ。それで小次郎さん、今まで何をしてたんだ。柔道界に復帰する気はあるのか教えてくれ。どうして小次郎さんは今まで行方をくらましていたんだ。そんなこと松田さんに関係ないでしょ。やある、君の全てを知るためにも。いい加減にして。おい待てよ、やわらさん。もう、あらら、また踏んだ。ちょっと失礼。おお、どうだった。それがどっかの体育大に見学に行っちゃったみたいなんだ。花園さん、やわらさんはもう帰っちゃったってさ、どうする。やわらさんは部外者なんだから。言うのか。しょうがないな。待てよ、そんなことしたら入部希望者みんな帰っちゃうぜ。しょうがないじゃないか、そんなことしちゃって。なんだ。よ、先輩よ、やわらちゃんいるかい。俺、やわらちゃんに会いに入部しに来たの。やわらちゃんいるの？いないの？どっちなんだよ。その今日はやわらさんは来ないんだ。そう、進路指導の日なんだ。けマジにいねえのかよ。じゃあまたにすっか。わざわざ会いに来たのに無駄骨ってわけかよ。今度からやわらちゃんがいるかいねえか外から分かるようにしといてくれよな。君いくらなんでも先輩に対して、やわらちゃんはないんじゃないかな。やわらちゃんは、ほう、やわらちゃんで悪けりゃやわピーとでも呼ぶか、先輩よ。あのね、気安く俺の肩に触るんじゃねえ。やわらはまだ帰らんのか。ほんと、どうしたんでしょうね。あの小娘にせっかくデビューしたというのに途端に練習サボりやって。やわらも突然人気者になって大変なんじゃないんですか。小次郎さんがデビューした時を思い出しますわ。親子揃ってフラフラしよって未熟者めがんごっ。ああ、このヘビーな気分を晴らしてくれる男の人どっかにいないかな。風祭りさん。やだ、柔道部のコーチだしかっこいいし最高よね。あの人ったら私に小声でささやいたのよ。京子さんって髪が綺麗ですね。君は特別な大人っぽいものを秘めてるよって。私も君みたいな肌の綺麗な人は初めて見たって。君がダイエットしたら世の男性の何人もが人生狂わすことになりますよって。ガーン、みんな言われてんだ。かずみさん、君はメガネの奥に素敵なものを隠している。もったいぶらないでさ、メガネを外してごらん。なんなのあの人。でも風祭さん、やわらのこと思ってるわよ。そう、やわらさんのことよろしく頼むって。
あの人は大事な人だからいい友達でいてくださいって。本当に？やだ、嬉しそうな顔しちゃってる。そう言ってる。ねえ彼女たち、ずいぶん楽しそうだね。ちょっと俺たちも混ぜてよ。一緒に楽しいことをベイビーベイビーしようぜ。ダッサー、ちょっとそれでも女の子誘ってるつもり？そうそう、お付き合いしましょうよね。待てよ妹兄ちゃん。ああ何しやがんだい。お待てエガンビー。大丈夫やる。全然タイプじゃないけど。怪我はなかった？ ありがとうございました。おかげで助かりました。何のこれして。やわらちゃんに触っちゃった。なんなのあなた。やわらちゃんファンクラブ会員番号1番、1年 C 組の須藤ってんだ。よろしくな。何がよろしくなよ。人のお尻に触っといてファンも何もないでしょ。おっとっと、一本背負いだけは勘弁してね。待ちなさい。その戦闘的なとこがまたたまんないんだよな。やばー。ああ初めてあなたをスポーツニュースで見た時から僕の胸はドキドキ。あ今度パンツにサインしてね。じゃあまた。何あれ、信じらんない。変質者ね。なんなのよあいつ。入部希望の方はこの紙にクラスと名前を書いてから道場に入ってください。なんだと。じゃあ昨日その一年坊主に投げ飛ばされたのか。それで貴様らそいつを黙って返しちまったのか。 はい。でも相手は柔道むちゃくちゃ強いし、顔もちょっと怖かったしな。恥だ。柔道部始まって以来の恥だ。屈辱だ。この大量の入部希望者に大喜びしたのもつかの間。あの中にその須藤っていうのはいるのか。いえまだ来てないようですけど。よし、そいつをとっ捕まえてきてギッタンギッタンにしてやる。待ってください、相手はめちゃくちゃ強いんですよ。花園さんにもしものことがあったら。じゃあこの俺がやられるというのか。違いますよ。でもいくら花園さんでもその怪我じゃ。くそー、なんでまたこんな時に俺は骨折なんぞしてしまったのだ。本当ですよ。一体どうして骨折なんか。いわゆる名誉の負傷というやつだ。名誉の負傷。それは昨日ダメな大学柔道部を見学に行ったその帰りのことだった。なんと一匹の猫ちゃんが車道に飛び出し、今や大型トラックに轢かれそうになっているではないか。あ、危ない猫ちゃん。それでそんな大怪我を。花園さんって優しいんですね。話はまだ終わっとらん。え？私は猫ちゃんを安全なところで話してやった。元気でいろよ。もう車道に飛び出すなよ。いつまでも名残惜しく見送った。その後だ。ドブッ。須藤君は名誉の負傷なんだろうか。はあ、とにかくその須藤ってやつをここに連れてこい。慌てなくても来ますよ。なんてったってあいつの目的はやわらさんですから。何、やわらさんだと。そもそも須藤はやわらさんに会うために入部しに来たんです。なんて不純なやつ。それを言ったらこの入部希望者みんな不純ですよ。こいつら全員やわらさん目当てなんですから。なんという大げれだ。やわらさんに対してこいつらそんなやつは入部せんでいい。ママ花園さん、せっかくの入部希望者なんですから。話せ、止めるな。足が使えんでもそんなやつ右手一つでギッタンギッタンのぐっちゃんぐっちゃんに。ぐっちゃんぐっちゃんにどうするって。ギッタンギッタンのぐっちゃんぐっちゃんにだな。そんでもって我が武蔵山。おお。よう、ギッタンギッタンにどうするんだよ。ああ須藤。何、貴様が須藤か。我が柔道部を荒らし
あの清純な猪熊を侮辱する奴は貴様か。なんだよあんたは、何熱くなってんだよ。やわらちゃんはあんたのものでもなけりゃ柔道部のものでもない、みんなのアイドルなんだぜ。そこんとこ勘違いすんなよな、モヒカン兄ちゃん。舐めやがって。あんたなんか頼まれても舐めないよ。このそれにしても遅いな。今日はやっぱ来ねえのかな。しょうがねえな。たっけ。ねえ猪熊くん、そこをなんとか。昨日我が柔道部にも入部希望者が100人以上も来てね、先生も困り果ててんだよね。だから、いや、そのみんな君に憧れて入部しに来たようなもんだしね。そんなこと言われても困ります。分かってるよ。でもね、高校生活最後の年を君の才能で燃やすのもいいじゃないか。ここは一つあの柔道部を背負って立って体育大に志望を考え直してみればね。嫌です。先生、花園くんが1年生にやられちゃったって。ひどいんです。骨折した足に蹴り入れられて、倒れたところをさらにグリグリ攻撃で。やわらさん、助けてくださいよ。このままじゃあいつに柔道部潰されちゃいます。今だってやわらさんに会わせろって、その須藤ってやつ暴れてるんです。須藤、あ、1年 C 組の須藤ってんだ。よろしく。今度パンツにサインしてね。こうなったらあいつの相手できるのやわらさんだけですよ。そりゃどうしようもない柔道部だけど、あんなやつにめちゃくちゃにされるなんて悔しくて。俺だって なんで私があんなやつの相手をしなくちゃいけないの。なんで。やわらさん、猪熊、なんで私が柔道部を背負って立たなきゃいけないわけ。そんでもってなんであんな悪い子の相手をしなきゃならないの。素晴らしい。これが女王の名を築き上げた奇跡というわけですか。大したことありませんわ。去年の暮れにほとんど捨てたんですが、また増えましたの。素晴らしい。女王として君臨するだけでなく、その座を保ち続けられるとは。お客様にデンマークから取り寄せたクッキーをお出しして。はい、まさに日本スポーツ界が生んだ天才少女。フランスから取り寄せたマロングラッセを。さやかさんの前ではかのジョイナーさえ影薄しですな。マロングラッセにたっぷりと金箔を入れて差し上げて。はい、ところで先ほどの件ですが、ぜひさやかさんをうちの柔道部に。風祭りさんはどう思います、このお話。西海大学の柔道部といえば実績もスタッフもトップですから、柔道を極めるには最高の大学かと。風祭りさんがそうおっしゃるのなら安心しました。さやかさんが入ってくださればうちの柔道部は無敵です。あとはやわらさんが承知してくだされば完璧です。なんですって。雄天寺監督、やわらさんをスカウトに行くっていうんですか。ええー、やわらさんを推薦するにはまだ実績が足りませんが、近いうちに特別試合に出場していただこうかと。そうですか、やわらさんが西海大学に。冗談じゃありませんわ。マロングラッセはお下げして。はい。お、雄天寺監督、今日のこのお話お断りいたします。鎌田はいませんか。お呼びですか、お嬢様。お客様がお帰りです、お連れして。へえ、ちょっと冗談じゃありませんわ。あの猪熊やわらと二股かけられるなんて。風祭りさん、はい、私これからパリに行きます。パリへ。パリの別荘で合宿し試合に備えます。試合。そうやすやすとあんな小娘に推薦入学などさせませんわ。風祭りさん、一緒に来てくださるわね。やわら、はい、お風呂沸いたわよ。はい。
やわらちゃんのヌードバー。すまなさあ許さんぞこら。やわらちゃん、罪な俺を許してね。気がついたらここに来てたの。あいた、あいつ、じゃあまたね。逃げ足の速いやつめ、今度来よったらわしの必殺技を食らわしてやるわい。たくましいおかきだ。待っておくれないかい。なんじゃこりゃ。はい、もしもし、猪熊です。俺だよん。やわらちゃんと電話で話せるなんて最高。さっきはどうも。あ、そうそう、俺があのヘボ柔道部に入ったのはやわらちゃんに会うためなんだぜ。だからさ、一緒に寝技の稽古しようよ。ねえねえ、やわらちゃん聞いてる？やわら、どうしたの？なんでもないわ。最低。お嬢様、ラウンジにお食事を用意しております。時間がありません。は？伝えてください、機長に。一刻も早く急いでくださいと。はあ、やだな。ユリによってあんなやつにつきまとわれるなんて。だからデビューなんかしたくなかったの。やわらちゃん。うわ、また出た。これだけ混んでたら一本背負いは無理だもんね。だからね、ゆっくりお話ししようよ。変なことしたら大声出すわよ。まあそうカリカリしないで、やわらちゃん。ファンはもっと大切にしなくちゃね、やわらちゃん。でしょ、やわらちゃん。やわら、やわらってあの東堂ゆきを投げた一本背負いの猪熊やわらか。そうです。皆さん、この子が猪熊やわらでーす。わかげ。冗談じゃないわ、もう玉きた。何するんですか。暴力はやめてください。暴力は。誰も暴力なんて振るってません。さっさと道着に着替えてらっしゃい。はい、見てらっしゃい、須藤。もう絶対に許さないんだから。なんじゃ。明日から特訓よ。そうだわ、早朝練習も始めなきゃ。やわら、どうしたんじゃ。やわら、須藤、あんたなんかギッタンギッタンにして。ギッタンギッタン、グーの音も出ないようにして。グーの音、ギャフンと言わせてやるんだから。ギャフン。見てらっしゃい、須藤。次回やわら、やわらコーチの課外授業、ミンとわしの肩始めをうまいするぞ。Yeah.